はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回もエビル高校バウンサー2人を入れてやっていきたいと思います。まあ、前回のね、挑戦者大谷くん枠のところに番長を入れてやっていきます。で、番長も、得意練習は筋力になってます。で、ちなみに自分はプラ4なんで、プラ5になるとね、精神ボーナス、8がつくので、かなり精神ボーナスが高くなるんですけれども、まあ40でもね、固有で精神ボーナスがつきますので、14とかになるのかな、合計すると。まあ、かなりの精神ボーナスの高さにはなるんですけれども、ちょっと45には、できてない状況です。タックは 70% で、得意練習率アップも固有でついてるのに加えて通常でも 10% ありますので、まあちょいちょい得意練習には来てくれるのかな。あとやる気効果アップもついてますというところですね。であとコツが本当にいいですね。パワーヒッター、広角打法、満塁男というところで、他はホーム突入を持ってるのか、これは潰しておかないといけないコツですね。忘れそう。よし、じゃあこれでやっていきましょう。基本的な立ち回りはまあ前回と同じような感じかな。で、先駆けくんのコツを入手して練習か。まあ、ただ先駆けくんもどうしても欲しいコツはないっちゃないからね。で、ちなみに番長も前イベなんで、また前4ですね。前回やってみた結果、ここ美味しいな。まあ、多分前読んでも番長も別にイベント数自体は多いわけではないんで、回るとは思います。猫持ってきてるんで。よし、広角打法。番長の場合はどのコツでも嬉しい。佐伯さんの回復コツにもなるからね。あとはまたひのちゃんの評価も上げつつダンジョンを入手していかないといけないんで、そこら辺をどうするか。これ何、3人吸収しとくなっちはね。前回補給コツ取れなかったからね。かといって番長か、広角打法この経験点で取れるか。取れないね。微妙に筋力が足りない。 11% か、 6% か。なっちね、ちょっと欲しい。経験点も結構取れるし、ナッチコツをくれ。よし、ありがたい。早めに補給コツ取れたのはかなりでかい。で、つのちゃんの自己紹介、これで体力は回復してくれる。いや、やっぱ彼女キャラ入れた方がいいね。つのちゃんとレイリーか。あー、ここダンジョン2人か。ダンジョン2人も美味しいけどな、名強だからね。いや、名強だったらちょっとダンジョンでいくでしょう。まあ、おコンボがあるこいつら。ちょっとわかんねえ。コンボなんてあるんだ。ちょっと確認しますね、コンボ。一応番長のねページはもうすでに開いてはあるんで、上ゲ窮地のコツが手に入る。下はリベンジのコツ。窮地のコツとかよくね。ドロー上だって、ここヒートアップ手に入るからね。これいいぞ、番長いいぞ。番長先駆けペア、バウンサー2人組。また番長コツが来てる。ここ経験点はでかいけど、番長コツを確保したい。広角は3で取ります。で、1個使っちゃおう。つのちゃんはだっていないからね。よし、まあ、どっちでもいいよ。パワーヒでも満塁男でも。ま、満塁男潰すかどうかだよね。ま、潰さなくてもいいかな、特段よっぽどの事情がない限りは。んー、どうしようかな。黒がね1人だけど 4% か。いや、吸収しちゃおう。ま、序盤はね全然タックが組めるわけではないので。ただ今気になるところは、つのちゃんの評価が上がってない。これはやろう、進めよう。ここでね、つのちゃんの評価が上がらないっていうところがちょっときつい。で、黒金がいるんで、体力を回復しつつ黒金をロックしちゃいましょう。ありがたいパフェ、ここでのパフェはマジでありがたい。
ってここでも体力回復だいぶ戻ったな。デイリーか、まあ、SG はね回復だからあっても全然いいよね。佐伯さんが乗ってないのか、まあしょうがないな。128かでかいな。てか角ちゃんマジでちょっと評価がもう10月になるのに。で金徳の方ですね、上で進めていきます。番長と練習、これが番長の金徳の方かな。ちなみに今回はファーストできてるんで不動の4番の方を取ろうかなと思ってます。骸骨取れないんだけど、なんとなくっていうかそもそも4番になれるかどうかすら怪しいんだけど、一応他の練習も見ておきますか。いない、はい。今回技術の回収が結構うまくいってる気がする。満塁さよなら、これもう満塁潰すか。これどうする、放っておいてみる。ああポイントがまあまあまあ手に入るのか。これ一番上精神、さてではではでは、いつも通りいらないのをちょっと潰しにかかりますか。ヘスラーもさっき取れたと、丸とか5だしもホーム突入も潰して、ゲホーム突入、それ忘れてたわ。早速忘れてたわ、来なかったけどね、たまたま来なかったけどね。ホーム刺繍、あもう取るか。あとはアシスト、9値2か、9値2で十分だよね。よし OK、4番丸って通常時で158消耗するのか、結構重いよねやっぱり。コンプリートしたんで20上がって乗るのこれ評価。ちなみに20だけじゃ乗らないと思うんだよな。ちょっとここダンジョンロックできるんでダンジョンロックします。ナッチがもう乗ったか、結構早めだね。10月の段階でナッチが乗ってくれるのは結構嬉しい。ナッチはやっぱ得意練習ね、肩とあれがあるからね、守備があるから。よし角ちゃんこれで、これで普通に乗ったんじゃないか、もう見てないけど3人いる大平楽。ちょっと待って評価だけ気になるんで、その他関係者あ乗ってはいるね。やっぱ黒金でかいな。行きましょう。ちょっとどっちをこっ作れるか知らないけど、パワーヒッター。ここはまあ迷宮か、つむちゃんがいるのか。でも SG がロックできんな。大平楽、うん、SG あって損はないからね。足爆だ。これで早急骨か。まあファーストだからね、いらないっちゃいらないんだけどね。壺押し、これは何がいいんだ。ん、通常イベントだからこれか。体力が40か本塁生還か、一発逆転。体力2やボキボキって、おお一応成功失敗みたいなのはないっすね。あの固定タックが来てるわけではないんで、ここをロックしときましょう。デイリーまだ乗ってないか。デイリーも評価低いからね、初期評価で。ここで体力を回復しつつ意外性を取って、まあ、ただナッチはもう補給骨を回収してあるからね。でレイリーがちょっと進み始めたんで、ミートは意識して上げていきますか。筋力がねえな。よし B まで上げとこう。ミートを上げると結局技術がなくなるからね。いや全然回収できねえわここマジで。こういう時とかねデートしときたいんだけどね。じゃあ一応ロックだけかけとくか。筋力練習が来るかもしれないんで。で守備、うお回収はできない、回収はできないけどまあやっとこう。結構経験点が美味しいといえば美味しい。
そこまですごい美味しいかといえばそうでもないけど、これでパワーヒが回収できればもうパーフェクト取っちゃいましょう。 OK。 いやマジでいい。じゃあパワーないけど取っちゃいます。肩いいね、いけるね。守備はまだなくならないんで、ほい。てかつもちゃん、もう12月になるぞ。ダンジョン固め連打。動じなくなりたい。ここで金徳の分岐点になりますね。どっちもいけるな。115か、こっちがいいけどね。ただね、走塁はレイリーと先駆けが2人いるんで、1人しかいない。ちょっと筋力を回収しときたいんですよね。やろう。打球伸び、スイープ、盗塁、太平洋ボーナス。ここがプレイマッスルか。波動しらす、つのちゃん20%、ちょ回復しよう一回。波動は波動で得意練習率アップだから、まあ、悪くはない。絶対欲しいかって言われたらそういうわけでもないけど、ここもちょっとコツを狙いに行きます。守備3人いる。ここ2人ロックできるけど、ちょっとしらすだな、使ってしまおう。っていうかイベント経験点アップがない。やっぱり前が4人いるからね、イベント数的に圧迫されてるから、ちょっとつのちゃんのクリスマスは間に合わなかった。バレンタインはでもなんか間に合わせたいね。じゃあちょうどバレンタイン、ここを今使えばちょうどバレンタインに差し掛かるんで使っちゃおう。あー赤原もロックできんな。3人か、ここ回復できるな。赤原かー、ちょっと3ロックだな。内野安打。次どうしようかな。なんか回復しちゃってもいい気がするんだよな。経験点自体は今ボーナスついてるといえばついてるけど、どうしようかな。健康に過ごしたいでいいや。中吉、まあここでちょっと稼いでくれたし、足は無理か。なんかタックは来てるけどろくなもんじゃねえな。俊英は俊英で、っていうかブレインマッスル回収したいな。今回筋力結構使いそうだからね。これで少しで番長、あこれなんか1っぽい。少しか、ちょっと待って、どんくらい使うこれ。1だと不動の4番とか268とかまあ重いよな。ブレインマッスル1個分か。ちょっとここメカニをロックしたい。その前にまた例によって守備力をさばいておきますか。 S までいける。とりあえず精神が足りないんで99までには。よしメカニをロックしちゃおう。で番長はもう練習だよね。ないな。つのちゃんのあれが来てないからな。ちょっとでも回収しますか。ようやく。ただまあバレンタインには一応間に合った。間に合ったっていうのでいいのか。あ、ミートかかった、やった。あげとけよかった。
そうだ、遅ければ遅いほどミートの値も高くなってる可能性があるからね。これここロックしたいんだけどな。でも走塁が回収できてないからね。敏捷90、精神を下げてくるのか。片さん、回収するか。ここかい、あ、いや、バレンタインを挟むから大丈夫か。これどんくらいもらえるんだっけ、こいつのバレンタインって。あんまりいつも気にしてないからな。大してもらえなかったで、こっからは、こいつ大ヘラクを使います。筋力パワフル高校か。ちょっと俊明だな。2人の方がなるべくロックができそうだしね、3人よりは。これで2回目か。こっちだけ赤原がいけるな。赤原もマジで回収したい。これどうする。肩もうこれでいいんじゃないか。わざわざタッグを組むあれでもないとは思うけど、パワー G とか一応左打者だからな。今回初期値がやっぱり低いのかな。いや、これはもう回収しちゃおう。アベレージヒッター、アベレージヒッターもう5にしよう。ちょっと技術はやっぱり厳しい。これ何、空気。もうチームメイト評価はねいらんからね。精神、あー、メカニがいけんな。その前にコツ、意外性。何やんだ、3でいいやん。片目も2でいいよね。粘り、意外性は1でいい。え、1でいい、本当に。なんか結構使うな。恐怖の満了とかも取っちゃっていいや。やっぱり精神が足りてないか、今。技術は割と大丈夫。よし、アベレージヒッター。まあ、4だったらじゃあ取っちゃうか。4で45。うん、4で取っちゃおう。あとちょっと精神をやっぱり意識して上げていかないといけないね。ここだな。あふれんばかりのものはないから、ほい。これで1、2、3、4。あ、もう6種類目か。よし、体力上がった。下にしよう。やる気こっから下がるのはちょっと悲しいからな。ここやる気結局下がったわ。やる気下げてもよかったかもしれなかった。赤原か。赤原でもまあまあ大丈夫だよね。ちょっと SG 本塁生還、これも本塁生還掴んじゃおう。なんか毎回さ、やる気がさ、一ちゃん下まで落ち込むよね。不動の4番なんてもう絶対解雇取れないから。あ、絶対ってわけでもないか。くれるかもしんないのか、たまたまランダムで。一応じゃあ取っときます。ローボールヒットも、あ、間違えた、サンディア。めった打ちももう取っちゃおう。 OK。 さて、なんか何もなさそうだね。あー、でもここ俊英がロックできるのか。30いくつとかだったらいいや。てか、めちゃくちゃ経験値低かったな今。頼む、ランパワー。まあいいや、1でも上げてくれ。なんかいいとこ、赤原。デートがね、ただね、全然進んでない今のとこ。赤原回収はできるっちゃできるんだよな。回収しよう。何回目だこれ。10回がちょっと厳しいかもね。7回目か。ようやく、そうか、ようやくこれで7だ。ヒートアップ。上り竜がちょっとな。
取れるかどうかが怪しい。メンタルで来てくれればすげえいいんだけど、ちょっと無理だからここはデートをします。松野ちゃんの告白がねちょっと遅かったからね。したなんかあんまりね失敗とかがあるのは避けたい。これも下でいいや。これ技術と精神が手に入らなかったっけ。筋力と精神だった。ポイント取れるは取れるけどタックのフィニッシュにはならないんだよね。で SG ってあるんだっけ。ねえか、全然ねえわ。じゃあちょっとデートしよう。月1くらいでタックフィニッシュを決めていかないといけないね。どう、メンタルがいける、打撃もいけるな。だ回復経験点的にはこっちの方が高いけど、あ、回復あんのか。でもあってか桐崎がそもそもいるし、技術ミートを上げとき、ってか守備力かここまで上げといて、いや精神足んねえな、精神が足りない。あナッチが一人だからね。ありがたいです。よし20回復。フルヒッターとかマジでいらんのが来たな。でもうここも下でいきます。はい、本当に闇野のヘルメットってどういう原理なんだろう。あの目玉1個で本当に見えてんのかな。まあ見えてないとそもそもピッチャーだから投げらんないからね。まばたきもするしね、ちゃんと。これまたやる気が下がるよ。このイベントなんか謎だよね。筋力一応ロックはかけられんのか。これまだなくならない。一ノ瀬やっとこう。足が痛い。ナッチはあれが手に入らない。精神ポイントが、うわ来なかったか。回収しちゃうか。じゃあもうこれは、いやこれ10回無理だね。ここまでけようやく来てるし、まあ、一応やるだけやろう。精神回収できるし、これで9回目でしょ。9回目じゃ8回目でしょ。プレイマッスル3人とかもう今更無理なんだけど。足、まあ、D くらいにはしておこう。で肩は E にしておこう。あ精神無理だこれ。なんか持っていける気がしない。一応精神使っとくか。じゃあはい、で 7% ね。まあ一応かけるだけかけとく。残り1ヶ月でブレインマッスルを回収するのは無理だな。波動 70%。 3人ってね消化するのが結構大変なんだよね。ちょっと体力補充使おう。一応じゃあ肩ロックだけはかけときます。で回収はできるけど無理だな。ちょっとおとなしくデートをしとこう。3回目。やる気を上げてくれ。とにかく
構上がらない、上がったか。スマホ、ここのね代打がね微妙だよね。もうちょっとだけいいものをくれれば嬉しいんだけど。 OK、 これ失敗しないね。最近かなり掴んでるし、んーだね。どうしようかな。まあ、精神37稼げるからな。やっとこう。絶対精神足りねえわ。盗塁が5になった。ここまたいけるわ。精神稼いどこ。これ多分9回で終わったね。タックフィニッシュ。あ、10回目だ。ギリギリー、すげえ、マジでギリギリだったな。てか先駆けくんもしかも失敗してるし、まあ、それはしょうがないとして、まああとはデートを優先的に消化していきますか。不動の4番はじゃあ先に取っちゃおう。スイープも取っちゃって、独身術も取っちゃって、一番槍って筋力100も使うんだ。ただその代わり今回窮地のコツが取れてるからヒートアップがだいぶ軽い。それはかなり助かるね。守備職なんて1でいいでしょう。さてここから補給、補給っていうか先にミートあげたかったけど、いいや補給あげちゃおう。100くらいは節約できんのかな。89で、お出かけデート4回目。猫カフェか、行きたいね。一応実家の方でね猫飼ってますからね。基本あのずっと猫飼ってます。もう何匹目か分かんないくらい。よし、じゃあ試合行きましょう。5番、不動の4番じゃない。俺が4番になるためにあと必要なものはなんだ。パワーだな。不動の4番を取るためにパワーを捨ててるからね。なんか本末転倒だよね。パワーがあってこその不動の4番だと思うんだけど。 S までは持っていけないよな。しかもしょぼかった。もう一発くらい打っとくか。ただホームラン数だけでいけばね、全然もう4番以上の活躍はしてると思うけど。じゃあちょっと忘れないうちにもうどんどん使えるものを使っていきましょう。技術で、で経験点的にはちょっとこっちがいいけど、質的にはこっちがいいな。ほい、練習レベルが1っていうところがね、ようやく2になった。で一応見る。うわー、佐伯さん絡むと経験点一気に変わんな。一気に変わるけど消化をしておきたい。ってか評価大丈夫これ。ここで評価乗る、結構上がるんだよね。最後は最後の最後で評価上げてくれるから。10、挑発は少しで、挑発もうわー結構使わない1って。いや取ろう、取らざるを得ない。で筋力一番やで100も使うんだ。登り竜も90使うんだ。こんな重かったんだ。なんか登り竜はね結構重い、確かにイメージはあったけど、まあいっか。臨床ポイントはまだ300が残ってるからそれ使えばいいでしょ。筋力だねやっぱり足りないの。大体さ4番丸って現環境でさ手に入れる手段とかあんの。追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面。きたいった。4回の裏ストレート攻撃に入ります。
この回の先頭バッターは平山。打ったこれは。でもなんか2番手みたいな、2番手どころじゃない、3番手か。1番手はだって大西でしょ、で2番手がリードで迎える6回です。嵐丸だから3番手ピッチャーでこの強さか。初球を打ちました。これはレフト間に合いません。ファールボール。球速155とか。危ない球。第3球を投げました。しかしやっぱり大西と比べれば全然だよね。大西も嫌い系出た闇野のこの点を結構取られる病。ワンアウトランナー一塁という場面で平山今日5打点を挙げています。投げた。だからエビルはね油断できないんだよね。本当にもう点を取っとかないと怖い。エビル。ここで来るか。上がってくれた。よしよしよし、絶対大丈夫でしょこれで。さてで敏捷を使いますと。で次甲子園に入ったらなんだっけあれを使う、名前が出てこないけど、これどうしようかな。番長いるからそれなりに精神が乗ってるね。ここはナッチの敏捷ポイントが乗ってんのか。じゃあこっちだな。敏捷は今のところいらないかな。よし、祝福もゲットして、タックが来てない。どっちかっていうとさ、暁いらなかったからさ、ブレインマッスル欲しかったね、まあ、そっちの方が経験点バランス的には良かったと思う。で金徳を先に抑えるっぽい。祝福すら取れない、祝福の25すら取れないのか。一応コツを見つつ先駆けくんか。佐伯さん乗ると本当に経験点変わるよな。 PSR プラゴって11か。でも先駆けがいるからか。じゃあこっちでいいや。無理やり、まあ、精神をやる必要もないし、牙魂を取ってなかったか。なんとなく90にしとこう。あと試合3回全部100台いけば300は稼げるってことでしょ。400もう400くらいか、まあ、多分大丈夫は大丈夫だな。あの102補給102は負けなければね。ただ満塁もう2点取られてるし。追加点のチャンスです。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で平山。さあ次の投球、内角低め、ギリギリフォークは外れてボール。投げた。決まった。打ちました。危ない。次は4球目。投げた。きた。いった。あれ俺何番、4番バンドか。さすがだな、番長こそ不動の4番だ。番長って野手能力どんくらいあるんだ。あんまり選手能力気にしないからね。エビルリードで迎える7回です。今日3打席連続でホームランを放っている平山。もうさ、これさ、もう能力っていうより調子見てさ、こんだけホームラン打ってれば俺4番でいいでしょっていう。そうか、大谷くんがいなくなってるから試合経験点ボーナスが前回より減ってるんだ。てかタックなんで来ないの。うわ、使う。102にするのに相当使うな。ここは佐伯さんか。じゃあメンタルディア。技術は足りてるっぽいね。やっぱりレンジャー2よりはバウンサー2だな。それは今のところすげえ思ってる。ただね、総力上限アップが入ってきたときにどうなるかっていうところだよね。総力の上限アップをしつつスイープとかそういう重い金属を取っていこうとすると多分敏捷ポイント相当足りなくなると思うんで、そういう環境になったらまたそれ用に編成をね考えないといけないんですけど、いかに毎回やる気ねえなこいつ。
6回の裏エビル攻撃に入ります。この回のトップバッターは3点は、ね、怖い。今日2打点を挙げています。第2球投げました。きたー、いったー、入った、よしよしよし。エビルリードで迎える8回です。森下君もやる気がない。3打席連続でホームランを放っている平山、ちょっと振り遅れたけど、まあ広角打法でなんとかなってしょう。これパワー4番のくせに B とかってないよね。本当はエースが良かったんだけどな。そこまでいけるかな。おいおいおい、ここに来て一回もタックが発生しないんだけど、ちょっとピンショート技術入っとかないとね。これで273か。あれ金鉄系は取ったよね。盗塁走塁1ずつ掴んどこう、せっかくだから。これでまた微妙に筋力がなくなっていく。補給、いやギリギリ、技術が余りまくってる。ちょっと打球伸びコツを取ってるはず。足祝福取ってね、危ねえ。うん、2つ取っちゃおう。で、つのちゃんが上り調子くれるんで、本当にこれも助かるよ。やっぱりここら辺の編成はもうほぼほぼ固定だよ。さて、なんか毎回こいつらに負けるような。いや、まだ負けるとは決まってないけど。これが点を取っていけば問題ない。5点とか。まだ3回だぞ。いや、まあ、同じだけどさ。あ、危ない危ない。ちょっと今カーソルが合わなかった。初球空振りから。ええ、際で。胸元厳しい球。田中ってめちゃくちゃ厳しい。投げました。え、今のって。ボール球だった。なんか言ってもおかしくない。打ち方だと思うんだけどな。先頭バッターは平山。打ちました。独身術様様よ。もう変わってるし、闇の。あ、違う違う、いつも言ってくる闇のいねんだ。今日2本のホームランを放っている平山。え、今のダメ。ピッチャー返し。エビル追加点のチャンスを迎え、狙い目だな。ワンアウトランナー二塁という場面で平山、スリーベースヒットが出ればサイクルヒット。サイクルヒットだと無理だし。打ったこれはいい当たりだ。打球はちょっと惜しかったね、サイクルヒット。エビル、もうちょっとその足が速ければいけたかもしれない。走塁をもう一段階上げてればサイクルヒットできたかもしれないけど。よし、今回はこの20を回収して、あれ、こっちが無理だ。30になっちゃった。でも結局プラ10だね、前回と比べて。てか、つのちゃんダメじゃん。おい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 、まあいいや、上り調子をかなり掴んだっていう段階で、それだけの全然ありがたいです。1枚1戦、まあ大体こんなもんよ。めちゃくちゃハマらない限りは、大体1万から1万1戦くらいで、自分は前後していきますね。じゃあちょっと今回やっぱり能力にもこだわりたいっちゃこだわりたいんで、パワーを A にします。筋力がなくなるけど、で技術がやたら余ってんな。送球はいらないよな。筋力を使わないやつ、バントとか、いや4番にふさわしくないな、バントなんて。逆境取っときたいな。タイエース取れなかったか。高速チャージはちょっとバントシフト欲しいね。あ、プレッシャーなん取ってなかったわ。ラッキーボーイ、連打、連打筋力安いな、まあ、技術を大量に使いたいんだけどね。ささやき破り、競争心はどっちかっていうと精神系だからね。かく乱取っとくか。サイン察知、あ、これもあれか、技術系か。サイン察知って何？走者の時盗塁失敗しにくくなる、それ結構よくね。で、じゃあ盗塁走塁チャンスもらっとこう。技術500も余ってんだけど。ちょっと使い方としてはあんまりよろしくなかったけど、
まあいいでしょう、しょうがないよ、もうちょっとそういう能力にしたかったんで。パワチャレを考えるからね、で名前また例によってで申し訳ないけど、だこいつもこいつで多分パワチャレには入っては来る選手だと思うんですよね。不動の4番かって言われたら不動の4番ではないと思うけど、不動の4番つけるんだったらなんか守備102っていうのを捨ててもよかったかもしれないね。ファーストに守備102はそんな必要ないでしょ。補給はね、やっぱりエラーはしたくないんであっていいと思うけど、守備の102とかはなくても、まあ、ポジション的なことを考えるとね、それでもいいかもしれなかったですね。その分パワーに振るっていう、また SS 参加、まあ、前回よりはまあ伸びた感じかな。まあ、多分経験点的には大して変わんないから、まああれですけど、今回ちょっとツノちゃん乗らなかったのがね、あの評価1個なんか唯一自分の中の誤算でしたけれども、まあ、一応まあ盆栽もう1ランクね高い選手作りたいんですよね、自分的には。まあ、そのためにやっぱり大田くんとかがいた方がいいのかなと思いつつ、まあ今回もね、一応パワチャレでも使えるような選手を目指して作っていきましたというところで、今回はこれで終了したいと思います。やっぱりねバウンサーは2人今の環境だと入れた方がいいかなと。レンジャーにはちょっと総力敏捷ポイントが余っちゃう感じがするんで、だったら技術ポイントを稼いだ方が強い選手が作れると思いますというのが今のところの感想ですね。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。